黒田綱正は、江戸時代中期の大名。筑前うあずまれ藩三代藩主、後筑前福岡藩四代藩主。万治二年八月十一日、福岡藩三代藩主、黒田光之の四、男として、江戸オフの藩邸にて生まれた。漢文三年七月、市藩の安ず連れん藩二代藩主で、叔父の黒田の勝ちに死がなかったため、その後を継いで長官と名乗った。 ところが、遠方5年2月に、兄の綱これが拝着され、代わって着手に選ばれ、綱政と改名した。この時、東連次藩は就航された。元禄元年、父の隠居により、家督を継ぐ。この時、弟の長清氏に五万国を分与した。墨田十字を過労として登用し、三幸時代の側近をすべて排除して、藩主権力の強化に努めた。しかし、 これにより、三行と対立、さらには、非前佐賀藩との間でセフリ山国境論争が起こる。また、財政改革のために反札を発行したが、逆に米価が高騰して、失敗に終わった。一方、絵画を好み、黒だけの御用絵師として仮の葉のカノマサウンを召し抱えた。聖徳元年6月18日、福岡にて死去した。去年53。つなまは、 大徳寺299世天安、宗圧氏に帰依し、遺発は、京都の菩提寺大徳寺両校院に収められた。長男の義行は、先立って死去しており、家徳は、次男の正則が継いだ。綱は、将軍、徳川家綱から返帰を受けた者、生は、初代藩主、黒田長政より一時を取ったものである。ありがとうございます。